増水時の花瀬花瀬は、鹿児島県近郊町を流れる小川の川も、中心とした、継承地である。幅100メートルの平坦で滑らかな岩盤からなる、川床が、長さ2キロメートルにわたって続いている。岩盤はところどころに、割れ目があり、水量の多い時期には、流れる水が白い波を立てることから、この様子を花に見立てて花瀬と名付けられた。 11万年前にアタカルデラから噴出したアタカ祭流が肝付き山地に遮られて厚く堆積し、溶血業海岸の岩盤となったものである。周囲は緑の木々に囲まれている。富士、桜、カエデ、筒ツ子ツなどの名所でもあり、毎年花の季節には多くの人々が訪れる。周辺は花瀬公園として整備されており、毎年4月には、 花瀬公園祭が開催される。江戸時代以前から継承地として知られており多くの人々が訪れていた。岩盤の荒れ目を流れる水を利用して、極水の縁が模様されたこともある。1853年には、薩摩藩主の島津成明が訪れ、記念に松が植えられた。1977年6月に、県立自然公園に指定され翌年から、 花瀬公園が整備された。1984年5月15日に、田代町指定文化財となった。ありがとうございます。